やろ。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジア始めていきましょう。焼き飯くらい眠い。朝のトレーニング気持ちいい。モツはモツやによくできました。あれくらいいつも通りです。すごいわ。戻りました。おい、すごいわ。お使いですか。行ってきます。予習もバッチリです。行きましょう。気合い入れていくかな。変な建物ばかりです。助かっちゃった。フリーランニングのしがいがありますね。玉尾さんの従業員にならないなんてね。後編の10回ガチャです。新たな出会いを。トール星4です。星音じゃない、通ると星音の。ダメ。ゆうこ。チアか。バット使いの戦士、トールです。このバットはいつも使ってるやつよりも硬くて重いんだから。体が小さいからって油断してると痛い目に遭うよ。次回も頑張ります。残念。またいつでも来てくださいね。頑張るな。おはようございます。噛んじゃいました。何が噛んじゃいましただ。どうかつ。イベント？八神さんやホタルンに負けないような絵を描かなきゃ。超強敵。腕が鳴りますね。あ、無理か。描けない。いつもと違う感じがしますよ。まあ。おや、どうしたんだろう。うん、ニューゲームの世界こういうの多いな。嫌です。ダメだ。
本当だ。他の人も動いてるんです。ありがとう。どう？じゃあ。そうだね。妥協点。いや。そうだよね。え、何やりー、ラチダメよ、グヘヘ。なんでこんな地響きするんだ。この山場が終わったらみんなでパーッと飲みに行こうぜ。めちゃくちゃフラグだな。フラグ立ててる。フラグ立てすぎだろ。嬉しいな。はい、任せて。ええ、面白そうじゃない。後輩も育ってきたし、私も負けないように頑張らないとな。はい。任せて。どうした？やった？嘘だろ、さっき星音一つしか出てこなくなったが。テストプレイか。頑張りましょう。え？なんか表情は曇ったぞ。ガチャリチャ大変だもんな。なんか加速してる。うわ、わがわが。この山場が終わったらみんなでパーッと飲みに行こうぜ。今日も一日頑張るぞい。皆様のことをしっかり目に焼き付けておかないと。ゲームの方は順調？張り切ってこう。単純に力が求められます。これ変えましょう。ギリ、これでギリギリなのか。アオバです。今日はみんなでお出かけだね。
しいところ見せないと。こうしてやるやい。お願い、間に合って。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。動きが遅いな、なんか。皆さんのやる気をアップします。ほら、しっかりして。行くよ。痛った。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。みんなと一緒ならできるよ。皆さんのやる気をアップします。私がやらなきゃ。お父さん足が速いから。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。何回でもやっていきましょう。インプットして新しいアイデアにつなげないと。ラオスだと強すぎるしな。サクッとやっちゃいます。これは何回でも繰り返す。今日はみんなでお出かけだね。でも倒しちゃうんですよね。やりました。このくらい私は逃げないよ。後ろだから来たぜ。お願い、間に合って。倒しきれない。また。頑張れみんな。今は我慢の時だね。皆さんのやる気をアップします。ほら、しっかりして。
の時だね。とどめはさせない。こうしてやるよ。どうかな、聞いたかな。みんなと一緒ならできるよ。皆さんのやる気をアップします。順調、張り切ってこう。今日はどこかへお出かけ。予備クエストやりましょうか。攻撃でした。ピントを合わせて。何があるかわからないからな。痛いよ。ほら手伝ってやるよ。やるっきゃないよね。あれ、これってこんな効力だけ。水着じゃ全然防げない。メイチじゃ済まさねえぞ。さあ行くか。あそこだな。今の攻撃だった。今の見つけたぞ。なかなか強い。気持ちよくなりますから。ギャラクティック。後悔すんなよ。ほらほら頑張れ。ないです。漏らしてません。やばい。プロミネンスみたいに熱々だよ。双眼鏡で月を見てみよう。わー、よく見える。今の何、こっちに動いたような。うわー、観察の邪魔しないで。電波発射。私頑張れたかな。
られる前にやっちゃえ。いってまだまだメテオアタック。動きが鈍いぜ。いろんな薬を混ぜてみたよ。マジ手伝ってやるよ。これで勝てる？勝てちゃう？こうキャッシュ、これは立つ戦法だな。うわ、今、ぬめってした。うわ、囲まれてる。相手してやる。そっちを任せる。負ける気がしねえな。双眼鏡で月を見てみよう。これ一体。さあ、行くか。やばい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 。自身回復するのみか。慣れれば気持ちよくなりますから。ピントを合わせて。何があるかわからないからな。痛いです。そうなんだ、安心だ。ギブアップ。ほらほら、頑張れ。習う。漏らしてません。強いですね。この者の魔を断ち切って死んぜよ。これが修行の成果。クジャー、クレン、最終進化形態で。夏の女子高生をナビや。あらよ、出前行ってかな。期待してくれちゃって OK ですよ。行って、これ2体。宇宙が増えた。修練版もやってみよう。アルケミストを修練版やってみるか。準備できました。行きましょう。やってやるです。こうしてやる。やい、めちゃめちゃ高いな。どうかな、効いたかな。これでどうです。この戦いが見たいのってことをやるしかないです。相手は強いですからね。きっと大丈夫。力が湧いてきます。ほら、これ一体早くはきちんとしてくれるわけです。サポートします。お願い、間に合って。何するんですか。
まだ死なない。頑張れみんな。寝起きのやってみよう。行きまーす。7を使い。強い。ここだ。よいしょ。くらえです。何するんですか。なかな。いくよ。みんなもお願い。はるかは私が守る。うわ、これ一体になった。そういうのも強いことは分からないですね。こんなことでよければ、どうぞ皆さん私を盾に。何やるんですか。ああ、倒しました。やりました。離脱者なし。僧侶、ああ大丈夫。とあともう魔法使い行くしかない。シマリン準備できました。行きましょう。うまくできるかな。この技で勝負だ。今は我慢の時だね。これ強いわ。何するんですか。すぐ回復させないとやばい。今はコマンの時だね。力が湧いてきます。強い。これ強いですわ。帰る。タメまで落ちてきた。ごめんなさい。おかしいだろこれ。アシスタントの経験を生かします。出たな、怪人め。たまには緩くないやつ、行ってみるか。え、なにこれ。強い。誰も怪我させません。悔しい。何だわこれ。こんなことでよければ。ひゃっはー、怪し放題だぜ。これなら
思いっきり行くぞ。本気のカオス、行きます。刀の錆にしてやるぜ。これを起こしたい。2体倒しただけやもんな。こんなん勝てるわけないだろう。さだけがすごい。間に合わなかった。すいません。あくまでこれ修練場ですからね。この辺はまあ無理でしょうね。あとはチャレンジ精神です。出発進行。さあ行くよ。これも温泉の効能ね。私も頑張るから。厳しいわね。厳しいわね。私に任せて。こんなのどうってことないわ。どうってことあるじゃん。2体一気に死んだ。かしこみかしこみ。これが正解だったかな。残念、こっちでした。これならどうかな。みんなと一緒に。素敵効果あるな、周りだけどね。微妙だなこの効果も。まあ防御力アップするのはプラスだが。クリティカル決めちゃって。回復するしね。気づいたかい。僕からほとばしるオーラに。一発でやんのかよ。ピシッと決めちゃおう。
このままじゃまた死ぬか。そうじゃん。それなら私は戦うよ。そろそろ現実を見て。おやすみ。シナリオ上負けるはずは。早朝早起きは少し助かりました。すごいです。また来い。すごい組み合わせだ。10って何？クエストキーの。朝は鍵の手入れをして、あとは ボーナスポイントの話か。おはよう。要件は？今のおすすめ見てみよう。特に動きはないな。22か。何を持ってない。通常効果いつものか。1個2000いるんですね。交渉成立。交渉成立。ナイトの星結晶を1個交換。交渉成立。交渉成立。とご覧の通り強化素材。交渉成立ということで、ちょっと進化できるかやってみよう。これじゃあことかな。アビリティツリー、アビリティツリー開放アイテム。進化できるキャラクターが増えた。一ノ瀬かな進化。おーかわいい。急成長してるよ。
おはようございます、花ちゃん、クレアちゃん。今日はいいものを持ってきましたよ。ババーン、さらにババーン。はい、驚いて、いいものに驚いて。おはよう、たまちゃん。にゃにゃ、花ちゃん、なんだか元気ありませんね。元気がないと元気が逃げちゃいますよ。どうかしたのですか？いや、たまちゃんのテンションの差に面食らっただけだから。ずいぶんご機嫌ですけど、何かいいことがあったんですか？ご機嫌。よくぞ聞いてくれました。ババーン、じゃじゃーん、なんと宝の地図を手に入れたんですよ。宝の地図ですか？たまちゃん、これなんだか落書きみたいだし、ちっちゃい子が遊んでいて落としたんじゃないのかな。わかってませんね。これはロマンなんです。このたどたどしい筆致、そこにロマンがあるのです。一見お遊びのようですけれど、もしかしたらお宝があるかもしれない、そんな気持ちが大切なんです。本当にお宝があるかどうかは大切じゃないんですよ。それにいざとなれば、宝物は私たちの友情だったんだとか適当なことを言って大断言です。ぶっちゃけすぎじゃないかな。まあまあまあ、ということでお二人ともお暇なら私と一緒にお宝探しません？でもお宝って山奥とかにありそうじゃないかな。三人だけだと危なくないかな。あ、でもこの地図よく見てみたら結構近いみたいですよ。徒歩10分くらいのところですし、お散歩気分で行けそうです。めちゃくちゃ近い。でもそれくらいの距離だったらのんびり遊びに行くのもいいかも。よし、決まりですね。それじゃあ早速行きましょう。おー、なんか気合い入れてきた割にあっという間に着いちゃったね。だらだら歩いても10分もかかりませんでしたね。そうですね。それにしても見晴らしもいいですし、あったかくていいところですね。ここに座ってのんびり日向ぼっこでもしましょうか。お菓子とか持ってくればよかったね。なんだか眠くなってきた。いや、すっかりピクニック気分じゃないですか。お宝ですよ、お宝。こののんびり地帯のどこかに素敵なお宝が眠っているのです。私たちが眠っているわけにはいかないのです。あ、そうだね。じゃあお宝を探そっか。地図によるとお宝は木の根元に埋まっているそうです。木？この近くにあるのは一本だけですね。これだね。この根元を掘ればいいのかな。宝の地図に付属している説明書によると、なんかすごい宝石が埋まってるそうですよ。付属の説明書ってなんかすごいって。まあとりあえず掘りましょう。あれ、ん、どうしたんですか、花ちゃん。あった、これだよね。お宝埋まってた。一節。
案外難しいですね、詩を書くのって。46分か。次の一発芸のネタを早く完成させないと。ビーチバレー部に入りたそうな子いないかな。結構お邪魔してますね。サブルームなんてあったんだ。引きこもってないでどっかに出かけてこようかな。強化強化、再び強化です。進化、もう一人進化できますよね。クメガーボタン、アンハピーのボタンです。おー、露出度が上がった。やりました。限界突破はどうでしょう。90なんでこれいきましょう。キルミでいいか。私の時代が来ちゃったかも。さあどうでしょう。この辺はもう85まで上げれるようになってるよね。65まで上げない小羽は。ナイト、私の仕事は完璧だ。カンナも上げました。やれば何だってできるのよ。ほぼレベルアップできてる感じはするよね。とこの辺か。私の可能性は宇宙ぐらい無限大だよ。能力も上げられますからね。まあ、もうちょっとまた万年披露宴は待った方がいい。これ強く上げたい。あ、桜トリック行きましょう。南鈴木。いや。うん、これでいいや。上げる必要なさそうな感じですね。大丈夫っぽい。当分はこんな感じで。みんな上がることになってますので、うん、すみません、ありがとう、助かった。ということで、今回はここまでとしたいと思います。今回一ノ瀬かなが進化することができましたね。これは嬉しい。
非常に可愛いし。ここが楽しみです。はい。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。キラーファンタジアプレイリスト、説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。